牛が恋しいけど、もう家畜を育てる餌の余裕はない。私たちがホープカウンティーで、こんなに問題に出くわすなんてね。ただの農民どもだ。戦いなんて知らないはずだろ。
向きを見てみな。いなくなってそんなにへこむ理由がわかんないの。あのヘラヘラしたアホがうまかったのはスピーチだけだ。